原田雅香です。リッチーです。ソイちゃんです。はい、今日何これ。今日はね、ガレリアで、ガレリアなんと、うん、パブリックビューイング、パブリックビューイング、はい、しません。うん、やってくれるっていうことなんで。家からリッチー 何分や。5分です。徒歩5分めっちゃ近いな。はい、こんな、うん、そんなとこでまさか やってくれるなんて。だいたい俺サンガスタジアムに、はい、めっちゃ近いやんか、うんうんうん、あのサポーターの中で20番目に近いやん俺。いや、それは知りませんけど。ほんで貸しませんやろ今日ね、はい、あの一つ、まあいいことといえば、なんか嬉しかったことは、はいはいはい、飯田がね先発。嘘やん。なんかあの意外っすよね。いや超意外。あれ怪我やったんやろか。やったのか。まあまあちょっといろんなね、いろんな話もあるけど、あ、いろんな自分のやつや。なんかね、いい日なのちゃうかみたいな。噂とかね、うん、怪我したんちゃうかとか。あ、なるほど。なんかいろいろ言われてたけど、まあまあでもこのね、大事な大事な前半戦最後の試合で、ね、まさかの先発っていうので、まさかの先発やった、はい、へー、すごいな、うん、じゃちょうど今日がど真ん中なの。今現在9位や、うん、あ、なか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  A1 やね。そうそう、代表の上田綺世君が怪我で間に合わなちゃうかっていう話だったんですけど、蓋開けてみたらちゃんと先発でおるんで。ただな、調子悪い、そんなもん。あ、調子悪い。この前は代表戦行っとったやろ。あかんあかん、もうそんなもん使い物ならんてやったらいいんすけどね。いいやけどな。はいはいはい、京都戦の次から活躍してくれ。あ、そういうことや、うん、はいはい、今日は今日はダマドジモで、ダマドジモ、はいはいはい、オッケーオッケー。じゃあ今日ね、ちょっとガレリアで初なんでね。初なんで、はい、はい、で、あの、のっそりがコーヒー出しとんねん。あ、のっそり来た、のっそり来た。ただな、まだ、俺は寿司食うからのっそりコーヒーは飲まへんねまだ。はい、あ、はい、いつもありがとうございます。実家の焼き鯖、これめっちゃうまい。はい、な、僕は歩いてきたんでビール。あ、ビールも、はい、いただきます。またお待ちしてます。はい、楽しみにしてます。お願いします。ありがとう。じゃあね、しっかりね、応援しましょうか。はい、応援しましょう。はい、はい、えい、えい、ゴーこれ何やったの。牛カツ巻き寿司。早口言葉。これ食べたことあんな、でも、うん、あ、そうなんすか。これ、うまい、これうまい、絶対間違いない。はい、魚留さんの美味しいですけどね。じゃあ僕は、うん、はい、焼きサバ寿司いただきます。俺なんてな、はい、子供の時からお世話になってるわけよ。あ、そう、魚留さんにはな。はいはいはい、はい、うん、でも間違いない、知ってんねん。あ、まあね、確かに僕らは食べてますもんね。うん、なかなかね、名物になってほしいな。なってほしい。はいはいはい、うん、そうね、ほんまにうまいね。油はもうそろってる。うんうんうん、普通のサバ寿司が苦手な人も、うん、これやったらいけんじゃないですか。うんうん、いいこといいよね、リスケ。うん、ほんまほんま、焼いてあるから。はい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 、ありがとう。はい、まあいただいていきましょう。じゃあ、はい、おいしい。0対0。はい、いや、案外戦えてますよね。いや、十分戦えてる。うん、なんかな、浦和戦を思い出したわ。おお、買ったやつやな。買ったやつ。うん、あの、ただ上福本くんが神って言うんだけど、もう次はないわ。神すぎ、もう次は入れられるやん。あんなあったらあかんで。もう3回ぐらいありましたね。3回ぐらいあったやんか。もう次はないわ。はい、あかんあかん、うん、なあ。ただやっぱな、うまいなと、相手がうまいなと思うのは、ロングボールがちゃんと通るわ。あ、最後のね、最後のロングボール、もう一気にそれでチャンスになるやんか。はい、シュートまで行かれるんでね。あ、そこはでも、まあまあ、なんか、まあ、サンガも防いでるんでね、上福本君がな。うん、あ、で、どうやろう、誰が点数入れるよ。歌か、うん、歌か、歌かの点数最近見てへんと思わへん。あとね、豊川、豊川ね、がもう古巣なんで。ああ、鹿島がね、いや、とにかく1点を早く入れてほしい。そうやな、うん、あとは守りきるしかない、うん、やっぱ力は鹿島がやっぱり申し訳ない上やわ。あ、なそれはようわかるわ、うん、ただでもね、なんかね、マリノス戦とか、うん、まあ、広島にも感じた、うん、この
これは無理やなっていう、うん、壁はあんま感じない。感じない感じない感じない。いけそうですよ、ね、いけそういける、うん、はい、このまま行こう。はい、なあ、じゃあ次後半。ただあと、ね、ちょっと言わせてくれ。おー、何すかね。言わせてくれ、はい、あのな、うん、ここで今やってるやんか、うんうん、安藤淳くん、淳さんが、あ、贅沢っすよね。贅沢、あの解説してくれんねん。はいはいはい、はい、うん、俺ら知らんこといっぱい喋ってくれんねん。ダゾーンの解説もうっすら聞こえるんですよ。うっすら聞こえんねん。そっから、うん、安藤さんの解説が乗っかるんで、乗っかるからこれ贅沢っすよね。うん、あのさんが目線からしてくれてるから、そうそうそう、うん、面白い、結構。はい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 、うん、まあちょ、うん、期待はできる、うん、はい、うん、頑張ろう。盛り上がりたいね、はい、勝って盛り上がりたいね。ありがとうございます。はい、じゃあ後半お願いします。はい、はい、あ、1対0負けました。負けた、はい、いけそうやとか言うてもだからね。あのな、はい、まあ、もちろん今日良かった選手な、はい、上福本は良かったけど、はい、俺他に良かった選手思いつかへんわ。あ、っていう意味ではなんかこうイマイチの試合展開やったんかなと。そうね、前半のね、それこそ前半の前半はね、うん、いけんちゃうかとは思ってしまったんですけど、攻撃がやっぱここ最近ずっとあかんわ、うん、せっかくね、うん、真ん中でセカンドボール拾っても、うん、次またすぐ取られたりとか。そうやね、そういうのがね、何回もあったんでね。そうやね、それじゃあそのシュートまでいけへんやろと。最近そのパターンやね。うん、シュートで何本ですか、ほんま、ちゃんと。ああ、まあ、いや、後半なんやったら、来てないかもしれないな。もうな、記憶にないわ、うん、ぐらい、あの、攻撃ができてないと思う。はいはいはい。うん、ただな、はい、あの、言うたら、上位対決、うん、3連戦、うん、まあ、1勝2敗、うん、まあ、でもこれ、評価してもええんちゃう。まあ、8点差。そうやな。まあまあ、それはね、普通に考えたら、うん、3連敗も全然、あの、ある話やったんで、うん、まあ、そう考えたら、うん、まあ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 、しゃあないんかなと思う、うん、やっぱりこの夏の補強で、うん、ちょっと攻撃陣立て直してほしいね。うん、うん、あの中盤から攻撃陣やね。中盤のね、パス出せる選手が欲しい。欲しいな、うん、パスがもう全然、相手チームも全然ちゃうもん。前は言うてもね、うん、歌がいるじゃないですか、うん、バケモンがいるじゃないですか。 そ, やそこに通すパサーというか、なんていうんですか、キラーパスみたいな、パス出せる人が欲しいな、欲しいな、うん、はい、うん、で、まあまあ、はい、あと一つ、うん、あのなんかハーフタイムで、うん、あ、抽選がね、抽 選, で抽選があったんですけど、お遊びのコーナーというか、大ちゃんが出てくれました。カレンダー、はい、カレンダーね、いいやん、カレンダー当たりました。これあんまりね、言うのもどうかと思うんですけど、やっぱりこう欲がなかったんでね、ああ当たるという無欲の勝利で、抽選はね、なぜか当たるという、うん、はい、という、いパブリックビューイングでした、はい、パブリックビューイングの勝率が悪いでか、うん、あのね、はい、僕ら今までパブリックビューイング4回行ってるんですよ、うん、はあはあ、J2 から入れて、ね、あ、J2 から入れて1分け3敗です。1分け3敗、悪いな。悪いです、悪しいです。パブリックビューイング、はい、考えも、しかもその4試合、うん、全部あの得点がゼロなんですよ。そろそろ安藤アンバサダーもあの気づいてるんちゃうかな。もう次どこで、はい、あ、湘南やんけ。次その前にあの清水と天皇杯があるんですよ。あ、天皇杯があるの、はい、リーグ戦は次湘南。あ、まあ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 、うん、次頑張ろう。はい、切り替えよう。本当に湘南やん、はい、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、頑張ろうね。